皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。ゴローザです。本日は1960年まで技術を伸ばすモットーを入れて再び遊んでいくわけだけど、どういうわけかバルト三国がやりたくなったので、エストニアで遊んでいくよ。工業力はたったの6で、民需なんか立てている暇はありませんので、建設は軍需工場から、国家方針は産業系と政治系で大きく2つありますが、フィンランドを中核州にできるファシカルートを今回は進めていきます。バルト三国は全体的に中道、ファシ、民主などの支持が一定程度ある傾向にあり、エストニアは国民精神にも、継続的に民主とファシの支持率を上げるものが存在する。現在は中道ですが、その支持率が下がれば下がるほど安定度が下がってしまいますので、悪いイベントが起きやすい点では使いにくい国家になるんですよね。加えて地政学的に最大脅威としてもちろんソ連、ドイツもそうだしポーランドだって、正直差しでやり合えるような国じゃないところばかりと言っていい。今日はそんなエストニアを支持率でプレイしているのだから、生き残るだけでも、一苦労するかもしれないね。で早速頼ろうと思っていたファシ国家であるドイツは内戦に入っちゃうと、これは厳しそうな国際情勢ですね。しかしファシカルートをすでに選んでしまいましたので、ファシカのためにディシジョンを進めていきましょう。ざっくり言えばイギリスのファシカ内戦システムと似たようなものでして、選んだ州が基本的には内戦時に味方になってくれる可能性が高まります。と言っても、確実に内戦になるわけではなく、州を選び、ファシカを高めるほどに内戦確率が下がるって感じのシステムだ。ってことでしばらく政治力はディシジョンに多くを使うことになるんだが、結局は運悪く、13パーほどしかなかった内戦確率を引いてしまうことになった。まあ大したレベルの内戦じゃないので、しっかりスト以外の州を味方にしておけば、楽なものなんだが、体調運がないなドイツの件といい、最近美味しい思いしすぎてるからある意味天罰なのかもしれない。ひとまず方向性としてはフィンランドのファシカを伸ばしていく。でもって彼らの土地で内戦を起こしてファシズム勢力に加担して勝利させ、最終的にはエストニアとオフィンフィンで合体、足りない人口と工業力を伸ばしていくと。エストニアはバルトの中でも一番人口面では少ない国になりますからね。フィンランドも確か3M か4 M くらいしかいなかったと思いますが、それでも人口が3倍くらいになると思えば、早急に確保したいところですね。結論から現実を申し上げてしまい、申し訳ないのですが、バルト三国は統一しないとまともな国力がほぼ出ないと言っていいくらい弱いです。3人集まって初めてやっとポーランドに迫り、人口的には初期のハンガリーなどに近づくくらいと。だからバルト三国のうち1国でも欠けると、パワー、特に人的面では弱小国筆頭と言えます。で、今ラトビアがソ連の傀儡として内戦を起こしてしまいましたので、もうわかりますね。この内戦でノーマルラトビアが勝たなければ統一はほぼ不可能に近いです。それが嫌だったこともあり、フィンランドという領土を確保したかったわけだけど、逆にここを確保した場合、ソ連との戦線は超広大になってしまい、戦いは避けられないかもしれない。そうなった場合を考えて、ドイツやイタリアの枢軸組に陣営加入したかったのですが、ドイツに続きイタリアも内戦を引き起こしちゃいまして、エストニアはファシ国家としてほぼ孤立してしまう状態に。どうして自分の選んだイデオロギーと反対の奴が多数出てしまうんですか、アリスちゃん。そんなこと私に聞かれても、フィンランドでは内戦を起こさせて、勢力を増やすつもりでしたがクーデターが成功。大フィンランドとなって、これでオフィンフィンとエストニアの合併条件が揃ったんだぜ。私はいつマリサさんとの合体条件が揃うようになるのでしょうか。ベッドでいつも重なってるくせに、1937年10月、大フィンランドは統一を受諾して、バルト海を挟んでのテッタマリアナが誕生。テッタマリアリ耳腐ってるのかお前は。いつもマリサさんが耳元で囁くから、そんなことした覚えはないんだぜ。と、ともかく、これで地味に多いフィンランド陸軍と最低限いる海軍も確保できた。この戦力をもってしてラトビア、そしてリトアニアを併合してバルト統一と言いたかったんですが、ラトビアはすでにソ連の勢力か、行くなら北欧資源もあるスウェーデンが筆頭でしょうが、この辺の補給は限りなくゴミに近いんですよね。補給ハブは愚か、港もこんなところにあっては凍ってしまうからでしょうか。とりあえずここの補給状況を改善しないことには、これ以上の領土拡大が難しそうなため、手を入れて介入できる体制を構築しておきましょうか。エストニア・フィンランド連盟と名前を整え後に、ソ連では内戦が発生。これはこの内戦に乗じてラトビアに攻め込めば、ちょっと苦労しそうだけども領土を拡大しつつ、ソ連の地域ももしかしたら確保できるかもと、介入を検討することとなった。でもたかだかこちらは20数個師団ですよ。20幅師団というわけでもなし、何より正当化が間に合うか。そんなことより1938年になっても戦いが終わらないドイツ内戦に誰か突っ込んであげてくださいよ。で、正当化するよりも NF でやった方が早いんじゃねと、ソビエトへの宣戦布告権利を獲得しようとしたんだけども、そういえばこれ、プレイヤーが内戦を起こした側のソ連に宣戦布告するやつじゃんと、取った後に気がつく展開となり時間をロス、正当化するにも今更間に合わないのではと、無視する展開になってしまった。決定的な領土拡大チャンスが。結局ソビエト内戦が終わったとしても、ラトビアは共産主義国家として独立、領土拡大はできるだろうと、軍拡して待つことになった。行くなら共産ラトビアが新ソ連の陣営に加盟とかしないように、今すぐ行くべきだな。本当はこの際、内戦直後のソ連ならヘボい陸軍数になっていけるんじゃねとかいう甘い考えを持っていたのは内緒話です。ハンガリーがユーゴスラビアとルーマニアさんにボコボコにされていく中、エストニアはやっとバルト三国への領土拡大 NF を取得中。ちょっと待ちたかった欲もあってだな。バルト三国の工場追加 NF は国力の規模に対して強すぎであり、前に一度弱体化を食らってもまだ強いので、ラトビアなんかが工業力20を超えたあたりで理想的には併合したかったのは事実。しかしここでチンタラしていたらまずいことになりかねん。そしてここで地味に大きな選択肢を選ぶことになり、すでに国際緊張度は 25% を超えているんだけども、そういう場合は NF で得た宣戦布告の権利はほぼ即日買わないと英仏の独立保障が飛ぶ場合がある。ただこの時すでにリトアニアがポーランドと相互の独立保障状態であり、
普通だったら行くのをためらいたいところなんだけども、ポーランドは内戦直後で、ヘロヘロなのも事実。ここを逃したらバルト三国の統一がもっと絶望的になっては困るため、40個師団近くいる今ならと、勝負を仕掛けてみるけど果たして、まずラトビアですが、これはソ連の影響下にすでにない状態ですので、前線を突破し、地味に面倒な大河を越えることさえできればそこまで問題なく撃破できるでしょう。さらっとリトアニア軍やポーランド軍が来ないように、ラトビアの領土を地味に残しつつ最前線の部隊を包囲殲滅。さらっとエグいことしてますよね会長さん。だってこれが一番確実かつ早期に決着つけられる行動なんだもの。その後もギリギリまでラトビアの領土は残しつつ戦い、最後に国境線部の都市を落とすことで、ラトビアとの単独講和に持ち込む流れとなった。まあ言わずもがなその領土は全土併合となります。続くリトアニアも早期に抑えることができれば、バルト統一のビジョンを満たすことができるため、すでにカツカツで死にそうな人的資源の補充を狙うことができるでしょう。逆に補充しないと人的切れで、まともな防衛どころか、ラトビアに無駄に統治部隊を刺すことになるから、リトアニアを早期降伏させることは重要だった。で、無駄に守り抜く敵を南北両方から攻撃を加え、リトアニア降伏、200軽弱程度でしたが余力もできましたので、これだけあればなんとか残るポーランドと、戦うこともできるでしょうかね。ポーランドは内戦直後だったんで、師団数はそれほどいないと考えていたんだけども、地味に1師団の質は戦ってきたこともあって、連動や規模的な意味など含め結構強い、ある意味強行とかいう消耗の激しい作戦を取ってくるようだし、ここは一度防衛して、敵の充足率を下げてから、分断殲滅、最後に浸透して撃破を目指そう。人的資源はやっと少し余裕が出てきたバルト統一国だが、フィンランドも中核として取り込んでいることもあり、工業力は70と、すでに初期のイタリアなどを超えて、そこそこの工業大国となっている。いけるなら中戦車などの装甲大隊を組み入れ、消耗人員を抑えたいけども、研究枠的にも自力生産が困難、制空権もさすがにポーラン相手じゃ取れないし、これは地味に長引きそうな戦いになりそうだね。とりあえず突破力がないと分断殲滅すらまともに行えませんので、野砲大隊などをぶち込み、対人火力増し増しの手段を用意しました。野砲大隊2つ入れて、中隊もよく使うやつ入れてる割には、指揮統制高めだな。さては機動戦ドクトリンだな。国民突撃隊欲しくなるくらいには人的資源が足りないのでありんす。ちなみにこのルート、ポーランドが今持つ西ベラルーシの領土も中核になるので、できることならばそこをいただき、またカツカツになった状態を多少改善したいところ。あとビリニュスはリトアニア領土ですからね。きっちり返していただきませんと。そのビリニュスは航空基地もあり、また補給ハブもある都市なので、まずはそこを落とさんことには話が進んでいかない。全面攻勢の力がないエストニアは、まず強行してきた敵に対して反撃し、一部前線の押し上げを目指していく。その後、消耗したから最前線の軍を統合したのか？わからんが地味にポーラン兵士が減ってな。じりじりと押し込み、ビリニュスを確保することに成功。北側のポーランド軍は補給不足になりましたね。これは平押しでもいけそうですが、ソ連との国境を使い、分断殲滅するチャンスでもありました。ドイツ軍もパリで大暴れする中、バルト三国の軍も敵軍の包囲を目指し猛攻中。結果としてはポーランド軍の約4分の1に当たる12個師団を包囲し、その後殲滅に成功します。よしよし、これでポーランドの守備は一気に手薄になりそうだぞ。さらに追加攻撃として、敵師団9個の追加包囲が完了した。これによりポーランド軍は半分弱の兵士を失うこととなり、工業力と予備人的でやや優勢であったろうポーランドが一気に不利となり、ワルシャワになだれ込める状況が見えてきたよ。隊長はさらなる猛攻撃を行い、最前線の軍を中央に置き去りにし、東西から突破挟み込むような形で、まさに根こそぎ包囲殲滅を狙うものの、さすがに繋がりきってない補給の問題もあり、やすやすとはといった状態であった。ただそれでも5個師団追加の包囲を決めただけでなく、逃げ遅れたポーランド軍の多くはベラルーシ、ウクライナ側に残され、首都ワルシャワを守る軍はおそらくほとんどいないという状況になっていました。さらにこのまま一気に南下して、チェコスロバキアの国境にたどり着ければもう、ポーランド西部を守る師団はほとんどおらず無理で完全に勝負あり、勝ちましたね。お風呂入ってきますね僕。私も一緒に入ってきます。待てー、ポーランドは共産主義革命を先に起こしていたんだが、それがソ連の第4インターナショナル陣営に参加。ふざけるなぁ。勢力拮抗からのワルシャワ陥落、あと一歩でポーランドを落とせるという時に、ポーラン助けてソ連なんて許されるわけないだろう。いや、確かにどこかで陣営入りする可能性は考えていたけども、タイミングが最悪すぎる。ドイツ助けて。こっちも今忙しいから無理です。ホイホーやめてやるコン畜生。だから途中講和システムが必要なんだよこのゲームは。ポーランドには手を出さないから、白紙にしましょうとか交渉できないのか。隊長が相当カッカカしてしまった。ちょっとあがいているうちに、誰かが助けに来てくれるかもしれん。まずは死にかけのポーランドをきっちり撃破し、ポーランドの政府特に外務大臣はコナミ人にします。はっきり言ってフィンランドを抑える人員はいないので、エストニアはもう守れないのでリガト。西ベラルーシ地域の死を最大の目標とします。大変です隊長、エストニアの新兵国民突撃隊の補充がずたごろで、コナミ人になる寸前です。ポーランドを統治するだけの人員もおらず、もはや反撃どころか防衛しきる体力も、戦争協力度も何もかもないかと。ニワちゃんの部隊が北を守っている。何も問題はない。彼はアリスト南米に亡命しました。何やってるんだいジャックナー。SMH 億火の玉だ。ソ連に圧倒的攻撃を加えて、講和会議に持ち込むのです。そんな機能ないんだぜ。それより本当にもうタリン周辺の部隊がコッパみじんになる寸前なんだが、で本当に押し返してキエフに迫ろうとしている。ソ連軍よは、でもポーランドの人員使えるわけじゃなし、人的資源がもう。その後も必死の抵抗を試みるも、国際社会は誰も助けてくれず、戦線は崩壊、最重要拠点リガを落とされ、その奪還作戦をポーランド方面軍も総出で決行するものの、すでに反撃能力は底をつきており、ソ連介入から1年弱もの抵抗虚しく、エストニアは自ら国名を消した。
と思ったんだけども、共産化依頼化させられ、領土も持ってかれたけど地味に主要なところは残されるという、ソ連 AI らによるさすがに気の毒な気持ちにちょっとだけ助けられたヘルニアであった。カレリア取ってない時点で相当働いてそうだな。ところで知らぬ間にドイツがドイツフランスなるものを作ってるんですが、今更戻ってきやがって、よくも裏切ってくれたなニワちゃん。僕だってアリスさんに風呂場から強制連行されたんですよ。という悲しいホイホープレイがあり、一週間くらいホイホーのやる気がなくなってしまったヘルニアでしたが、徐々に回復してきましたので、できれば軽めのプレイ内容を募集したいといったところで、本日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。